葛飾北斎が、北斎漫画、節分の鬼豆巻、吉田神社ついなから、と年中行事が節分は雑説の一つで、各季節の始まりの日の前日のこと。節分とは、季節を分けることも意味している。江戸時代以降は特に立春の前日を指す場合が多い。大陰太陽暦では、立春に最も近い新月を元日とし、月の満ち欠けを基準にした元日と、 太陽光景を基準にした立春は共に新年と捉えられていた。したがって旧暦12月末日と立春前日の節分は共に年越しの日と意識されていたことになる。今も節分を年越し、年取りと呼ぶ地域があるのはこの名残である。本項目では立春の前日及びその日に行われる伝統的な行事について述べる。一般的には 鬼は外、福は内と声を出しながら、福豆をまいて、年齢の数だけ豆を食べる役除けを行う。また、邪気除けのヒイラギー和などを飾る。これらは地方や神社などによって異なってくる。季節の変わり目には邪気が生じると信じられていたため、それを追い払うための悪霊払い行事が取り行われていた。宮中での年中行事であり、演技式では、 再色した土で作成した牛と同子の人形を、大代理の、角門に飾っていた。トギュル同子とも言われ、大寒の日の前夜の夜半に建てられ、立春の日の前夜の夜半に撤去された。演技式によれば、土,偶も土牛も途牛も、角門での大きさは同じで、土牛は高さ2尺で、硬い尺5寸、厚さ2寸の板に建てる。途牛は高さ2尺、長さ3尺で、 長さ三尺五寸、広さ一尺五寸、厚さ二寸の板に立てる。陽明門及び大剣門には、青色のものを、美福門、鈴雀門には、赤色のものを、幾香る門、高下門、陰府門及び立ち悟し門には、黄色のものを、模壁門及び断天門には、白色のものを、暗家門及び遺憾門には、黒色のを立てる。九時根源十二月には、青色は、 春の色貧化詞に立つ赤色は、夏の色南に立つ白色は、秋の色西に立つ黒色は、冬の色北に立つ四方の門にまた黄色の土牛を立て加うるは、中央土の色なり力肥金水は、土は離れぬ、竜とある。これは平安時代頃から行われている、ついなから生まれた。元中国から伝わった、この行事は日本に定着していき、現在の節分の元となった。 俗日本紀、慶運3年12月の上によると706年に、この追名が始まり、室町時代に使用されていた桃の枝への信仰に代わって、いった豆で鬼を追い払う行事となっていった。近代、上記の宮中行事が、庶民に取り入れられた頃から、当日の夕暮れ、ヒーラギの枝に、イワシの頭を刺したものを戸口に立てておいたり、自社で豆巻きをしたりするようになった。一般には、 毎年2月3日であるが常に、そうではなく、1984年までは4年に一度の、ウルード氏に2月4日だった。1985年から2020年までは2月3日だったが、2021年から、ウルード氏の翌年は2月2日になる。グレゴリオ歴での最初の節分となった1873年から22世紀初頭までの、具体的な日付は、表のようになる。 数十年のスケールで徐々に前倒しになってくるが、読んで割り切れても、順年とならない1900年、2100年、2200年の翌年に一日遅れて、長消しとなる。立春の前日であり、立春は太陽光景が315度となる日である。このように、間接的に天体の運行に基づいているので、日付は年によって異なり、また、未来の日付は、 軌道計算に基づく予測しかできない。なお厳密には基準とする標準時によっても異なるが、日本以外では祝う風習がないので、旧正月のように国による日付の違いが話題となることはない。退院対応歴では年末に立春を迎えることがある。それに伴い節分も年内となる。これを年内節分という、歴中において、 年の旧姓は立春をもって切り替わるので、節分までは前年の旧姓となる。節分とは、立春、立夏、立秋、立冬の前日を意味し、その中でも、立春の前日としての節分に行われる、風習としてはいくつかあるが、最も一般的と言える、鬼払いの風習は、中国の風習を由来とする、平安時代の鬼払い、鬼払いと呼ばれた。 九中行事を元としているとされる。平安時代の女流作家、藤原道綱母が表した、影老日記には、九百年代の人々が鬼やらいに、共ずる様子が描かれている。室町時代には型を変えて、豆を巻くようになったが、これは、ま、滅に由来する。鬼の目である、豆を滅ぼす力を持つ、ま、滅すなわち、豆なのだ。なんだかダじゃれのようだが、 日本人は古来言霊の存在を信じ、言葉に霊力と意味を与えてきたのだ。それに豆は五穀の一つであり、農耕民族である日本人の生活に欠かせないもので力が宿るとされてきた。これを国霊信仰という。だからこれら五穀は神事にも使われ、中でも豆と米は神聖な存在として鬼を払う力を持っていると信じられていたのだ。 中国から伝わった鬼洗いや鬼洗いは当初、年越しの儀式だった。やがて季節の分かれ目である節分の中でも、立春の前日に行われるようになったが、この時期は、まだまだ寒い。そして季節が移ろう時期は体調を崩しやすい。ちょっとした風から大病につながったり、深刻な病をもたらすこともある。そんな病魔を、人々は鬼、あるいは疫気として恐れた。 神社における豆まきの様子過程の豆まきで使用する豆とお面邪気を追い払うためとして古くから豆まきの行事が取り行われている文献に現れる最も古い記録は室町時代の欧米32年正月8日を記したに文書である宮中の関門日記にはそもそも鬼大豆だじ近年重遊遊遊無難だのとあり室町幕府の記録 花江三大駅には、あっぱれ。節分大図大役。昇進、勝ちぐりだ。秋の片猿と鳥の愛なり。秋の方より打ちて秋の方に手止めとあることから、この頃すでに戸の公家や武家で、豆巻きが習わしになっていたことがわかる。その二十年後に編纂された、辞典、愛能省巻一の八十三、節分夜、太大図寺には、歌天皇の時代。 倉間山さんの僧侶が谷飛びそろ池の旗にある石穴から鬼が出てきて塔を荒らすのを祈祷し鬼の穴を封じて三石三章の入り豆で鬼の目を打ち潰し最悪を逃れたとする由来伝説が記されている。豆は穀物には生命力と魔除けの呪力が備わっているという信仰、または語呂合わせで豆を鬼の目に投げつけて鬼を滅する、ま、滅に通じ、 鬼に豆をぶつけることにより邪気を追い払い一年の無病息災を願うという意味合いがある。豆をまき、まかれた豆を自分の年齢の数だけ食べる。また自分の年の数の一つ多く食べると体が丈夫になり風邪をひかないという習わしがあるところもある。初期においては豆は後方にまくこともあったという。豆をまく際には掛け声をかける。 室町時代の小国寺の僧侶、瑞慶、周大取の日記である、ガウン日見録の文案4年12月22日の記述には、三号豆元正規外福内とあるように、掛け声は通常、鬼は外、福は内である。しかし、地域や神社によって異なる場合がある。鬼を祭神、または神の使いとしている神社、また片よけの寺社では、鬼は外ではなく、 鬼も打ちとしている。奈良県吉野町の金峰山寺で行われる、節分会では縁の行者が鬼を改心させて弟子にした、古事から、服はうち、鬼も打ちとしている。また新宗教の大元は鬼神を、牛虎の謹慎と解釈しているので、同じく、鬼は打ちとする。鬼のつくせいの過程もしくは、鬼がつく地名の地域では、鬼は、うちの掛け声が多いという。 山形市の町会合参両処遇でも鬼の字が生に含まれる世帯もあることから掛け声を鬼は外、服は内だけでなく、服は内、鬼も内としている。大名久喜家の領地でも藩主に敬意を表して鬼は内としている。また、庭師が藩主であった旧日本松藩領内の一部では鬼は外というと鬼は外転じて鬼は外となるため、 それを避けるために、鬼、外というところがある。使用する豆は、お払いを行った、いった大豆である。豆を神棚に備えてから巻く地方もある。入り豆を使用するのは、旧年の薬剤を追って払い捨てられるものであるため、巻い豆から、芽が出ては不都合であったためであるという。北海道、東北、北陸、南九州の家庭では、落花生を巻き、自社や地域によっては、 持ちやかしみかん等を投げる場合もあるが、これは落花生は大豆より拾いやすく、地面に落ちても身が汚れないという合理性から独自の豆巻きとなった。かつては豆の他に米、麦、かちぐり、炭なども使用されたという。豆巻きとなったのは五国の中でも収穫量も多く、鬼を追い払う時にぶつかって立てる音や粒の大きさが、 適当だったからとする説もあるが定かではない。豆をまく後ろで、すりもくやしゃもじ、すり鉢などを持ち、鬼は外、服は、うちの掛け声に合わせて、ごもっとも、ごもっともなどと合図を打つ風習が存在するが、ほとんどは家族ごとの伝統として受け継がれていて、あまり知られていない。北海道、長野県、石川県、福井県、京都市、長崎県などの一部で、 地域的な伝承が見られるほか、深市神社、十三神社、小学院、地温院、幸福寺、有川神社などの社寺でも行われている。この風習に関連して以下のような行事もある。多くに魂神社節分祭新横綱、稀勢の里関の豆巻スーパーマーケットなどの特設コーナーでいった豆をパックにし、福豆などの名称で販売される。鬼のお面が、 おまけとしてついているものもあり、父親などがそれを被って、鬼の役を演じて、豆まきを盛り上げる。しかし、元来は課長たる父親あるいは、年男が豆をまききを追い払うものであった。小学校では6年生が年男、年女に当たるため、6年生が中心となって、豆まきの行事を行っているところもあり、神社仏閣と幼稚園、保育園が連携しているところでは、園児が、 巫女や稚子として出るところもある。相撲力士を招いて豆巻きをする社辞もある。豆が幼児の鼻や耳に入って怪我をする危険やアレルギーなどを考慮して豆の代わりに新聞紙を丸めたもので豆巻きを行う乳幼児施設もある。ヒイラギ和紙、編集家土口に刺した刃か菓子、ヒイラギの声だと焼いたい和紙の頭、あるいはそれを家独口に刺したもの。 西日本では、ヤイカガシ、ヤッカガシ、ヤイクサし、ヤともいう。詳細は、ヒーラギイワシを、山椒、虫の口焼きといって、イワシを焼くときに唾を吐きかけ、作物の害虫を退治する呪文を唱える地域が、各地にある。おにぐい、編集愛媛県では、タラの木に、トベラやヒイラギの葉と煮干しをくくりつけた、おにぐい音口に吊るす風習がある。 鬼原という地域もある。山口県の瀬戸内地域にも、タラの木や山椒の枝に、扉やすすきを刺す、同様の習慣がある。メッカ後、編集五分、編集四つ、辻、編集節分の夜にリマミを年の数だけ紙に包み、人知れず家に近い四つ、辻の真ん中に捨てて、振り返らずに家まで戻り、役を落とす風習が各地にある。豆ではなく、餅。 金銭、ひぶきうら落、ふんどし、履物などのこともある。瓦け割り、編集幹を飲んだり息を吹きかけたりして、役を移した。瓦けを、片白とみなして砕き割る。役払いが、大杉神社、三筆寺、高台神社、天ヶ崎恵比寿神社、海神社、鉱石寺、宝林寺など、各地の社地で行われる。鬼の豆、編集節分お化け、 編集役払いのために普段と違う服装で謝辞参拝を行う。いつもと違う紛争をすれば間を追い払うことができると信じられたことから始まったもので単にお化けと呼ばれることもある。一説では当初は子供のような格好をしたことからお坊神と呼ばれ、それがお化けになったともされている東京の浅草、四谷、京都の花町、大阪の北、 新地などでは、芸者やホステスが、通常の芸儀衣装ではない、様々な紛争をする。詳細は、節分お化けを、山椒あずき、編集全財やまんじゅう、石飯などあずきを使った食べ物を、近隣や親しい人に配って、薬落としを節分にする地域が関西に広がっている。あずきの赤色は邪気を払い薬をのけ服をもたらす日の、色であるとされる。 小豆を108人に食べてもらうと焼く落としになると言われるところもある。串田神社の大田覆面豆占い。編集豆を並べて焼き、焦げ具合からその年の作柄や月ごとの天候を占う。初夢、編集文献での初夢の書室は、鎌倉時代に西行が表した三加集、巻紙の年暮れぬ春くべしとは思い値にまさしく見えてかな、不発夢である。 その代に、立春の朝読みけるとあり、この時代には、暦上の新年とは、無関係に、節分から、立春の夜に見る夢を初夢としている。入り豆と、恵方巻ふと巻すし節分福引先米神社では、節分祭、寺院では、節分会の故障が、一般的である。かすが大社節分万刀老奉公院、節分会はだか、祭り金峰山寺節分会。 ありがとうございます。